よ。せめて俺のシーン見てくんね。もう疲れてきた。そうですね。初日は口頭 CEO のみ、初週ですね。もう初俺の日のシーンし初週かなはいんだ口け頭ど、本 CEO。来。2週目からもうこれ以上チャッ何トを言う必要 CEO があるん解だろうっ禁ていうでぐらいす。のもうレベルで、もう、誹謗中超傷暴正論を言言ってんだけど、なこのし、ゲームにおネけタる。発言なしそんで、なセパン話カラスが、もなしで、ま、客の初先日取りにもな守らしれで、て、死者二から日の目、ギ三フ日ト目もまでな生きし残っでてるっす。て、ありえゲないストにから。関してありがそんとうなわぐけらないいだチャッろうっトはて。全然いいこでれすけがれども、作チャッ戦がト成誘功導すチャッるにトコスは、パなしですね。以さ上っできのす。一と、俺と八番の一の、さっきの二人、せめて八番の一の人が超神面が取れるパティ人。ナイトよ。今も日パのティすごナいイ話ト。術が達者で、超神面が取れる人がラストウルフに残らないといけないっていう、では、絶対条件がある。マリアちゃんとうん、それリリーがあってこさそなせん、る技。リリーお俺願いらしがあえまてす。ならを噛まないで残したままで、っあ、あていうと、のカはズヤさん。できるんだけど、二人とも怪しい状態で、はい、行きます。その技をすると、うん、信用勝負に勝てない役人がそ職のラをおスト選ウルびフにく残だるさい。と、可能性選が択高いし人ながい残っ場て合、やった方余がっいい。ている役絶職が対条件ランダがあムにる。振り分けられま神す。占い師を残したままやるっていうのあは。なたの役職はだからもう答えを占言ってんだけ師どな。で聞かす。ない人がいるよ、もう。夜が俺更けましもた。人狼に気をつけてくだ視聴さい。者さんもいるからね。もう怒りたくねえけどよ。これ以上な、俺何を言えばよかったんだろう。他のどうでもいいことを話して、神明を取ればよかったのかな。あくまでもどうでもいいことだからね。どうでもいいことはどうでもいいことなんだよね、実は。確信に触れたことだけでいいんだよ、本来。まあ、信頼裏させ切っるったてい対う象点はにおいて人は狼でダメはなあんりだけまどせん。ね。次も同じことするけど、それでもわからないんだったらもう頼むわ。もう無理だよ。無理。説得できない。4番も、夜が明け説ま得しできた。ない。うん。革新的なこ昨とし夜かは言う必誰も要がな死いんにだまけど、せん本でし来。た。発言ターンに入ります。8番、説得させるっていうのプ点レにイおいヤーてがは、あ発れ、マイ言ナスしかまもしす。れないけど。はい、おはようございます。21番面とか22番面とか、まあ、いろいろあると思うんですよ。でも、それは占い師さんが決めればいい。占い師さんがいろいろ動きを指定してくれればいいと思うので、俺は、人狼の見つけ方、俺なりの見つけ方っていうのを述べようと思ってて、やっぱり人狼さんって、白黒1分かってる、白黒1が分かってるので、そこに、白1にどうやって黒を塗りつけるのかっていうのが人狼さんの、仕事だと思ってるんですよ。それで、人狼は基本雑な白塗りはしないと思ってます。人狼は雑な白塗りはしないと思ってるので、まあ、そこのところを重点的に見るよっていう話です。すみません。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。使用なしです。8番の意見から、延長すると、そうですね。やっぱり人狼っていうのは、何か細かいことを探してきて、そこからこの人黒だっていう、屁理屈から黒塗りしてって、それが村側に信じさせるという手法を使うんですよね、大体ね。でね、人狼言うとね、狼に利用されちゃうし、そうだな。言いたかったのはね、人形を作るのは、実は、牢の人が作ると思ってる。村の人はね、人形なんか作れないからね。変なムーブを起こすのはね、あんまりね、無駄りがないって思ってる、私は。以上です。2周目きちんと喋ります。1番のプレイヤーが発言します。まあ、そうだね。89が言ってる通りだよ。ってことで3番4番つろ。3番は狼でゲームコントロールするかもしれないし、8番が言ってる狼にそっくりだし。と、4番は SG1 にされるから。3番4番つろ、今日は。真の占い師？簡単だよ。真の占い師？簡単だよ。さっきみたいな占い師が真だよ。怪しまれるような行動をして、潜伏なんてして？なんで潜伏してわざわざやんの？真だからでしょ。で、たった一つだけ、信念を言ってる。圧倒的な真の占い師と思われてる人がなんで噛まれてないのっていう。たった一つだけでいいんだよ。くだらないことは言う必要がないくらいなんだよ。余計なことをつけないで、たった一つの真実ね。セオリー的なものを守ろう。セオリーを守ったら勝てんだよ、このゲーム。真の占い師は噛まれてない。そんなわけないんだよ。
それを言い続けた人が今回も真の占い師だ。6番は白。だろう、多分。2番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、うん、そうだね。まあ、8番、9番は、うん。まあ、うん。まあ、9番はね。もう疲れてきたわ。まあ、村が変なムーブするとね。そら黒いから、やめた方がいいね。俺は6番に賛成だね。まあでも、人外の占い師は、村離脱すからね。うん。グレー精査するわ。神明を取りに行くわね。人外の占い師はそうすると思ってる。うん。わざわざ、マイナスな印象を出して、わざわざ怪しまれるために、潜伏する占い師がもしいたら、死んだね。俺はそう思ってるよ。思ってなかったじゃん。さっきの試合。迷ったじゃん。以上です。もう。俺もう言ったじゃん、正解を。真の占い師で、だと思われてるのに。まず9番さんに喧嘩売るようだけど悪いけども、1番っていうのは結局何目線で話してんのかなって率直に思っちゃったかな。上げ足取ってるようには9番からは聞こえるかもしれないけども、1番っていうのはセオリー通りにすればいいって言ってるにもかかわらず、1番っていうのは4番、3番発言を聞かずとしても、1番の釣り先っていうのは4と3だよ。おかしくない？分かったからさっき。さっき迷ったじゃん。番で言うと思ってたら俺を完璧に見せてくれよ。もうまあ、でもこれで、ね、放送見てないってことは分かったんで。だからさっきの進路を完璧に見切ったところなんだから。9番点っていうのを上げ足取ってるのが狼って思ったら、9番っていうのは3番釣れるんじゃないの。でも1番の発言矛盾を聞き取れてないのであれば、9番さんっていうのは村でもいらないかなって率直に思っちゃったかな。これが今ま、俺と8、9の精査、1のいらない理由、ね。を把握すると3番が狼にポイっちゃう。2番に関してはよくわからない。あるからね、はい。8、9の精査したらどうですか？さっきのデータを発言しない方が村勝てると思ってんでしょうか？2番さん。3番も。4番。まあでもね。プレイヤーが発言します。まあ、俺の占い師わかってるからか。1番6に白出したのかな？多分そうだと思うんだけど。ね、普通にね、まあ8番さん、9番さんっていうのは一緒のような意見だったんかな。雑殴りする。狼は結構雑なところで黒要素を拾うっていうのはまあ僕もそれは思ったから別に印象悪くないですね、8、9番さんは。1番さん自分が占い師だったら怪しい行動をしないって言ってるんですけど、基本的に自分を人外に置いて人外だったらこうしないっていうのは僕は人外に見ますよ、普通に。うん、だからそれ白要素にならないと思ってます。うんうん、そうなると100%勝てないと。2番さんも1番さんのことを、この試合って肯定してるようだけど、全然対抗出たら1番の方が2攻めに見えるし、このやり方っていうか、まあ、4番さん考えるオーソドックスなやり方が、まあ、一般的なやり方でしか見てないと、違うパターンがある場合、俺みたいな人とか、まあ、真の占い師の場合には負けるってことだね。はい、占い師です。ランダムで6番さん白出てます。6番さん白箱お願いします。定石以外のことをしっかりやんないとね。まあ、太鼓1番さんですね。まあ、狼なのか巨人なのか、まだわからないっていうところですかね。まあ、結構もう終盤位置に入ってね、霊能がまだ出てきてないんですけれども、まあ、6、7、8あたりにいたら普通に出てきてほしいかなと思っている。前方位置にいた場合っていうのは9番さんの位置です。チャットに出てきてほしいかな。で、まあ、霊能に関しては、まあ、1勝になるか2勝になるかっていうところなんだけれども、僕は2勝になった場合っていうのは、真がある方を、残したいかなと思って、決め打ちたいかなっていうふうに思っているかな。こういう時に、端球、簡単の話に関しては、まあ、8番さん、雑な城を置きは、オカミしないって言ってるけど、オカミの雑な城を置きって結構あるから、その見方は危険だと。あと残り触れるまた。でも取れるけど、のプレイヤーが発言します。残り 30% とかが解けなくなるんだよね。お願いします。まずと気になったのが、1番さんは占い師で、なんか最後ロックしろってなんか私言われた気がするんですけど、占い師で出てるんですかね。いや、占い師ですって言われてなかったのと、ちょっと分かんなかったのと、さっきの村の話を5番が勝手に占いだと思い込んで、ちょっと私今回からなんでちょっと分かんなかった。6番の方が普通だよね。で、まあ、別に霊能者さんも出てきてないんですけど、ね、私霊能じゃないんで。まあ、7番さん出てるの。ん？ 6 番だってよ。5番さんも私白ですよね。1番さんがそうだ、なんか占いで出たのか分かんなかったんですけど。
ちょっと、まあ、だとしたら、まあ、隠し色で、まあ、ちょっと一番、うん、5番さんだけなのかな、ちょっと、すみません。さっきの話とかとかで、ちょっと今、ちょっと混乱してます。すみません、ちょっと。で、まあ、7番さん、ん？あと、あ、すみません、ちょっと、2周目頑張ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。で、多分1番さんっていうのは最後6白出してたから占い師で OK なのかな。で、5番さんも占い師で6白と。で、現状、盤面固まってると思うんですよ、私の位置で。で、6が隠し白、この盤面で。で、1号星座、正直、5番さんの方が結構、なんだろう、役についても触れてたから、新目は高いのかなと思っているんだけれども、1番さんの3、4殴り、まだ発言してないから3、4殴りどうなのかなって考えてたんだよね。で、2番さんは、まあ、1番さんの肯定から入ってて、で、8、9番さんっていうのは結構進行論というか持論が一緒なイメージで、8番さんに言いたいのは、なんだろう、人形が固まったら占い師に任せるって、で、8番さん目線では、ちゃんとそこを、1号の精査をちゃんとしないと、そこは危ないのかなと思っている現状。8期に関しては色がまだ落ちてないかなと思っている、この2周目だと思っている。8番のプレイヤーが発言します。レースラ。平和村ってことですかね。占い師添付6白。なるほど。レースラで平和村。あぶせてきたってことは。なるほど。じゃあ占い師を占う人がない、占い師を精査する人がないと。キューバさんの、占いで出てた方が新目取れたんじゃない？進行論で言うと、キバさんがもし白だった場合って、本当にすごい SG 値に上がると思うんですよ。さっきの5番、6番のハーク漏れから。だから、おかしいこと言ってても分かってくれないからね。占いで何で出ない？キバさんから釣り。なんで逆に平和村になってんの？でも、3番さんって、8ならこうするんで、こうするよね。9番ならこうするよね。それできなかったら9番釣りだよね、とか言ってたけど、3番目線、じゃあ、どうするのかっていうのを全然言ってないんで、ほぼ考察は3番落としてないと思います。っていう点において、3番さんも怪しい。247は、7は何話してたっけ ?89 は2周目。7番は24の精査をしていない。234の精査をしていない。やっぱ気になったのはやっぱ9番さんと3番さんかな。どっちかに入れたいと考えています。9番さんと3番さんの意見を聞いて決めます。変わるかもしれません。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。8番それ村でやってたらかなり村りないよ、本当に。まあ、正直ね、俺は狼にはね、どんどん叩いてほしい。3人は俺を叩く可能性あるんだよね。俺、本当に、村陣営だからさ。うん。8番、人外っぽいな、本当な。まあ、3番はほぼ人外じゃないかなって睨んでる。3番人外だったら俺をちゃんとビシッと叩いてね。村だったら一切触れないでほしい。うん、3番は俺に。うん。まあ、人外の人は私どんどん叩いてくださいよ。はい。1が占い、5が霊の把握、6白把握、3騎士。はい。聞いた子もいないね。そうなの。おお、な感じの。はい。騎士来たか。ん？すら、3番つろ。6が騎士。3番、3番本当怪しいな。3番、はい。3番、信用できない。1番のプレイヤーが発言します。じゃあ3番釣ろう。うん、3番釣ろう。うん、狂人狼にしろ。まあ、狂人の可能性もあるけど、3番釣ろう。うん。騎士を透かしたって感じだね。うん。まあ、3番でいいと思うわ。狂人として出なかったのか分かんないけど。うん。まあ、それだけだね。怪しい行動したやつを釣る。セオリーでやればいいだけ。それわけわかんない、なんか、どうでもいいグレーよって言ったら、ダメ。透かしたんだからいいじゃん。うん、3番が村でそれやってたら、負けでいいじゃん。そうだね。うん。死んだと思われてる占い師がずっと噛まれてない。あ、この人にセラッと思えたら勝てんだよ。簡単な話なんだよ。同じ。おかしな行動したでしょ？うん。じゃあ3番でいいじゃん。で、あと俺がどっか占って。って感じだね。うん。以上。2番のプレイヤーが発言します。
まあ、どうなんだろうね。まあ、どうなんだろうね。六騎士？本当に。まあ、六騎士しかないし。六騎士なの？本当に。騎士だよ。霊能ではないって言って。霊能だったらおかしいけど、騎士は何も問題ない。何で三番騎士って言ったの？役、狂人か何かでしょ。村だったら、まあ、どうなんだろうね。だって、三の流れでもないのに。やってんのか、もしか人外が出てんのか。もう、すらでしょ。人外、俺もやってるのか、まあ、知らないでしょ、3釣りって言ってるけど。まあ、人外でしょ、俺はまあ、まだわかんない、ね。もう3は人外でいいよ。狂人かなんかで。とりあえず。いいよ。まあ、5番が、霊能がないと。これでも村だったらしょうがないんだよ。どこにいるみたいとか。釣り回避してやってるっていうプレイヤーでもないんだよ、この3番が怪しいことしたから3番の色みたいとか。8番が、ね、叩かれてるから8番の色みたいとか。いろいろ言っていけばいいと思ってるけど。まあどうしようね、これね。だって3番残せないじゃん、もう。まあ、強靭だからどうでもいいと思ってるかもしれないけど。どうだろうね。3番残せないじゃん。ね、これ、村だったらもう大ピンチだけど。しょうがないよ、俺がどこか占うしかねえわ。いや、グーはなってんのかっていうのが目前するけど。まあね、もし、わかんなかったら、新占い師の、行こうね。決めて3番入れる。もう次のターンで3番釣るから、3番絶対釣るんだったらグレー釣ってもいいけど、3番釣ってグレー釣るって。あとは5番の霊能の判断でね、そこを汲み取って、どこ入れるか。あ、5番に任すわ。3番を次の日釣るから、残してやるって手もあるし。これも5、6に言ってくね。1番使いのものにならないから言っとくね。7番を狼か村として考えた方がいいよ。狂人は絶対ないから、一番に七占いのがいいと思うよ。これだけは言っとく。ね。どうすんの？というのも、七番が狂人だった場合っていうのは、さなくてよかったじゃん。三、四王目に出て、違うところに白結果出した時点で、俺神とか怒ったじゃん。俺六神入るじゃん。7番から釣ることが可能なんだよ。というのも、一と五が六に白結果出しました。七番が適当なところに白出しましたとなってくると、七番釣ります。黒結果落ちた場合っていうのは六番確定白になるっていう理由で、七番が狂人だったら占いに出てくる盤面だよっていうことで、七番っていうのは狂人否定のあって狼か村。ね。これだけは把握しといてほしい。ね。で、なんで、基本的に7番は占っとくよ。あ、黒一だからでしょ。あと、狂人だったらやべえぞ。適当なだけなんだよ。だから走らせてあげるよ。これも言っといてあげるよ。で、多分村負けるまでもう見えてるから。だから負けていいと思ってるもん、俺も。1番がもう考察しないからね。遺言で全部言うよ、だから。8球に関してなんだけども、8番。あくまで俺1周目の発言だったんだけども。1周目の発言で、1番のセオリーっていうのは、3、4、釣り位置に上げたいよねって。8番の進行論であれば適当な黒位置ってどう思ってんですかって。そこで8番が矛盾すれば8の狼を導けるから、ちゃんと色は落としてるつもりだったんだけども。適当に黒塗りすぎてんじゃないの ?8 っていうのは。もう、はい、役が白だったってことがでかいわっていうか、まあもう3番いくよ。だから、なんで6番つかしたのって理由がないから、ね。3番さんがなぜ騎士で8番のところで出なかったのって思うんですけど、それ8番の考察に濁すためなんですかね。ね、で、6番が角白で出てきて、それで負けたらいいよ。石を透かした理由は、うん、そっちの方がなぜすらしたのかよくわからなかった。7番が信号位置だよっていうことしか言ってなかった。ならと村か狼、狂人はないよっていうことしか言ってないと思った。しらする覚悟だったら出なくてよかったじゃん。じゃあ8番のところで出なかったのは8番の叩くためなのかなっていうのは思いますね、普通に。すらしたとか騎士使用した理由っていうのは述べてなかったように聞こえました、僕は。で、5番さんのレースラーは確かに無駄にあると思ってますよ。そうすることによって占い師近くさせようと思ってね、占い出にくくさせようと思ったんじゃないかなと思ってるんで、まあ、だから6、7に俺は狼がいるんじゃないかなと思って出れなかったんじゃないかなと思ってます。占い師仕様の場合って狼陣営の方がきついと思ってるんで。6白だね、俺大丈夫4番。まあ6が騎士だったら7番狼全然あるんじゃないのかなって思ってますけど。ただまあ3番さんが8番さんのところで出ればよかったんじゃないのって思ったんだけど、で6が出て角白が出たからスラしたんじゃないのっていうのは思いましたね。しょうがないよ。
まあ、3か7に。その理由を言ってくれ、せめて。霊能を近くしてるんで、霊能さんが言うみたいところを言ってもらってもいいかなと思います。あと他の人、ギャンブルでいけないもん、しょうがないじゃん。で、7裏になって白で強靭になったら負けでいいんじゃないもん。はい、お願いします。そうですね。まず3番さんから行くと、その、騎士で出て、結局スライドしたことに関しての説明がなかったっていうのは依然として気になるところかなというふうに思うかな。結果として6番さんの騎士っていうのが、まあ、で、つけちゃったわけでね、どうなんだろうっていうところ。で、4番さんに関して言うと、まず僕、一角してる僕にそんなに触れる必要があったのかなっていうところと、6番さんは隠し色なのに、なんだろう。あ、まあ、平和村だから出た方がいいっていうのはわかるけれどもね。うん。で、4番さんに関して言うと、6、7、だからそれ言ってくれね、6番さんになってくれていたところ、6が騎士だったら7番さんになるっていうところが、うん、ダメだね、正確に言うと言っちゃダメだね、気になったかなっていうところ、ダメだけど、まあ、うん、マスターが良ければ、まあ3番さんでいいんじゃないですか。しょうがねえよね、柱発言しているしっていうところで、もうあとは俺が裏なって、うん、なんだろうな、黒は落ちないと思うんだけども、村に白を打てるか、そして、強靭目はあるかなと思うかな。つけてもらうっていう風にかけるしかないわ。まあでも強靭だったらスラする必要ないのか。まあでもね、いや、あるよ、強靭でも。俺もよくやるけど。結構ラインを見たいから、あんまり合わせる必要ないかなと思うんだけれども。だからせめてその平和村が出てほしかったとか言ってくれればよかったのか。自分が思うところに入れた方がラインが見えるかな。だけどね。以上。6番。出たくなかったらしょうがないじゃん。のプレイヤーが発言します。怪しまれる行動は続き。お願いします。騎士で隠しろいな。ん？今の手出た理由は言わない。平和村だからってで、まあ、隠しろになった時に、騎士、どうしようって思ったんですけど、なんか3番さん、なんか5番さんが3番さんが強靭だった場合はすらしなくていいのかって言ったんですけど、強靭が騎士で出るのってあんま狼入りがないって私は思ってるんで、別に3番さんすらしても強靭もあるんじゃないかなって私は思っています。で、まあ、5番さん結局3番さん釣り？まあ、私は1番さんで出てて、5番さんで占い最初出てて、ってなると、なんか、まあ、なんか、並び的に7番さんもちょっと気になるなって思ってます。え、まあ、5番さんが3番さんの色みたいなら、まあ、3、うん、7番のプレイヤーが発言します。この村は大丈夫なのかなって正直思っちゃった。役が大丈夫って。正直、もらい事故にも程があるなと思っている。別に占いたければ占っていいと思うし、私はね。6番さんに関してはもらい事故だと思ってるよ。4番さんに関しても何遠方地で賛成用っていうのは浪利がないって。いやいや、賛成方ほど狼っていうのは強くなるからね。ごめん。4番さんに関しても賛成用ほど浪利がかなりあるんだよね。わかるかな？そこで何 ?7 番でいいかなみたいな。3番さんの丸のっかりじゃん。4番さんして3番さん気になるけど、3番さん今日釣れなかったらずっと釣らないでいいと思っているよ。これは。結局3番さんでは4番さんの便乗だと思っているし、2番さんに関しても、なんだろう、全く色を落としてない。9番さんは3番さん行きたいって言ってんだよね。8番さんに関してはなんだろう、グレー、まあ、結構広かったんだよね。正直役が大丈夫かなって感じ。2番さんに関しては5番さんの、場所でいいって言ってて、全く色を落とさないよね。4番さんに関しては3番さんの便乗だしね。正直白い人がいないなと思っている。遠方地だからってかなりのもらい事故をもらってるなと思っているよ。いや、これびっくりだね。はぁ、あ。6番さん目線さ、なんだろう、3番さんじゃ強靭に見えてたから、3番さん行かないでいいんじゃないの、岸さんにも言うけどさ。平和村だろうが、私4番さんから行きたいな。正直3番さんの丸のっかりがかなり、結局村でそれやることによって、もらい事故にもかかります。占って無駄に村を取らなきゃいけなくなるっていう。これから投票に移ります。私が悪人
ですって。もう怒りますよ。は、投票が終了しました。結局村でそれやってたら痛いんだよ、ね、人外だったら別にいいんだけど。3番の遺言を発表してください。わかるんだけど。いやまあだそうだろうなと思ったよ。だって精査する気ねえんだもん村が。八番さん言ったじゃん、初心の段階であなたの精査ってどうなってるんですかって。じゃあ8番で村の8番からの指摘受けました。3番っていうのは言ってるだけで考察してないよねって。2周目に関しての考察を伸ばすために8番の進行論で1番をどう思ってんのか発言してくださいねって。そもそも8級に言っとくね、平和村ですよ。騎士出てきた方が一番強いんじゃないの。今かからず8級ってのは騎士出さないんだ。それがわかんだけどよ。わかんだけどよ。だから8番詰めればいいんじゃないのかなと思っちゃった。ほとんどっていうのも一つの手よ。で、現状2番強靭で提出しておきます。だから1番に言っとくね。4、8占った方がいいよ。というのも、俺もそう思ってる。7を村かどうか分かんないけれども、7を狼塾で考えた場合っていうのは、平和村の時点で、強力なやつを占う。ライン切りっていうのは成立すると思うんです。明日6番に行って。8と4だったら8を占っとかなきゃ多分きつい。ね、1番っていうのが4か7を占って、あとは村に落とした時点で、ライン切りっていうのは成立すると思うんで。なおかつ、霊能結果出た時点で、ね、相方連れたとしても、まあ、厳しいな。ライン切りしてるってとこで白くなって逃げ切り1になるから、1番には言っとく。2占いはやめといた方がいい。強靭だと思うから。うん。4か8占った方がいいんじゃないのかな。ずっと俺の5番さんに言っとく。だけど占わない。4番に言っとく。例の結果なんて見えるわけないじゃん。8も強靭だけど。3番と大事な太すぎるよとまで言っとくよ。8だろうねと思ってる。夜が更けました。9よりは8。人狼に気をつけて占い師の方。うん、その疑いにはどんな。ただ8が強靭の可能性があってめまいするなっては思ってる。占った対象は人狼ではありません。うん、オッケー。これだけでも分かれば。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。人狼が身分の開示を選択しました。占い師の方は7じゃなかった、8占ったんだけど、8占ったんだけど、もう2でも占っとくか。色がわっけわかんないんで、もう怒りますよ。8占ってふかしたんだけど、8黒って嘘だったんだけど、占った対象は人狼だ。バロった。ふかしたら当たる。ふかしをしたんだけど。昨夜は完全なるふかしたんだけど。亡くなりました。白なんだけど。白なんだけど。俺占ったの。まあ7番狼だったね。やっぱり。三強心で。2番じゃん。3強心だと思ってる。2番じゃん。だって4、8でずらしてるでしょ。3番して多分狼は分かったんじゃない。俺も外した。3番して俺も狼だと思ってんじゃない。2級、2級、どれか。強靭が3番じゃないときついな、うん。だから3番っていうのは釣り位置をずらして7番を入れないで4、8って言ったんでしょ、3番さん。強靭好き好きだから3番さん。はい。強靭だからこそ、そうなんだろうね、7番が4番を釣り位置を。強靭だからこそ透かしたっていうのはすごい優秀だよな。うん、4、8に持ってたから。あそこでライン切りしてたら4番ギリギリで釣られそうだったから、そんな部屋村でライン切りあそこでするかっつったら、しないとは思うけどね。だって4番の票って3票ぐらい入ってたんでしょ、だって。うん、5、7、9で。あと1票で同票でね、釣られそうになってたのに、そんなことはしないと思ってるから。4は、どうなんだろうね。弾いてもいいレベルだと思ってるけど、そしたらもう8、9になっちゃうんだけどね。どうなんだろうね、これ。際どいね。まあ、初週で8番怪しまれてたけどね。9番も。うん。まあでも、8、9の方、8、9でどっちか入れようかな。うん。7をロジックで考えた場合っていうのは74のライン切りしかないと思ってんだよね。俺は。3強靭で。でも、あそこでライン切りして4番が釣られそうになったところ3票っていうのはないと思ってるから、4は村で置いていいかなって思ってるから、俺は8、9のどれかに入れようかなと思ってる。かな。はい。それぐらいかな。はい。
怪しい方入れますね。以上。4番のプレイヤーが発言します。昨日の7の僕への雑殴り見ました。雑殴りしてきましたよね。3番の便乗位置っていうけど、これって順番が4と3逆だったら逆の可能性だってあるわけですよ。3番さんが僕の思ってることを先に言われたら同じ意見になるのはしょうがないんですよ。それだからといって、ね。それだけで黒く見るっていう7番さんがね。まあ、雑殴りですよ、人狼の。と思ってますよ。はい。で、3番さんに言うけど、8番さんの時点で騎士出さないのおかしいでしょって言ってんのに、じゃあなんで3番さんは8番さんのところでもう平和村確定してんのに、そこで騎士として出なかったんですか。で、僕は騎士が出ない理由は6番さんが騎士だと思ってましたよ。6番さんが騎士だったら占い地狭めれないからあんまりムラりないんじゃないんですかって思ったんですけど、3番さんには。強人じゃないんですか、これ。普通に。普通に考えればね。普通におかしいよね。8番さんへの殴りは不当だと思うよ。だけど、強人だったとして、どうだろう、ライン切りあるのかな、わかんないですけど。普通に6番さん騎士見えてたでしょ。普通に6番さん騎士だったら占い地狭まらないからあんまり意味ないでしょ。3番さんね。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあ、74のライン切りがあるかどうかっていうところなんだけれども、どうだろうな。まあ、4番さんの発言自体っていうのは結構、昨日言った通り気になるところはあったんだけれども、まあ、4が7釣りをして、で、7が4釣りをして、どうだろうな。まあ、結構危ない橋を渡ってるようだから、まあ、一旦弾いてもいいのかなとは思っているかな。で、まあ、そうすると289でしょ。まあ、賞味わからんよね。これ、平和村やだな、これね、本当にね。平和村が意外とむずいんだよ。平和村やだよ。7番さんって何言ってたっけ ?4 番さんに叩いてたことしか覚えてねえだ。まあ、番さん2番さんの発言からは、特に怪しいところっていうのは、まあ、なかったか。相手になるとすると初日か、初日なんかこう、潜伏して疑われたような役持ちは新っぽいっていうふうに言ってたのが気になったぐらいかな。よし。まあ、2番さんの発言も加味して、8、9番さん聞いて、怪しいとこ入れます。頼りなくてすいません。8番のプレイヤーが発言します。2番目線って3強人。って言ってるんですよね。じゃあ3番が言ってる481番って48になってくださいっていう精査のことから、なんで9を釣り押せないんですか。2番さん目線って3番さん強人で人狼見えてるんだったら、3番って人狼見えてるよね、だから48になって1番さんに行ったんだよねっていう目線があるなら、2番って今日9釣りじゃないですか、まあ、4番にも言えるんですけどね。なんでそこで89精査なんですか。そんなん9番一択でしょ。2番さん目線も4番さん目線も。でも4番さんっていうのは3番さんから占い地に入ってることから、4番さんが3番強人目線に入ってる目線も破綻してるんですけど、俺2番いきますよ。それでいいよ。まあ、キーバさんの発言に変わるかもしれないですけど、2番さんが3番さん強人で置いてるなら、それでいい。4、8。9番、8番のロジックで、ロジックで合ってる。2番さんの3番さんが強人で、俺みたいな言葉で伝えられない人いるからな。だから、4は8。合ってる。今日は8。ロジック的には合ってる。なんで8、弾けないんですか。まあ、そういうふうに考えるといけない2番さんっていうのは、2番が狼だから。何なんですかね。2番が狼だから。初日からずっと2番さんって、どこがグレーか分かんないなって。考察してるんですかね、2番さんって。3番さんが4、8、釣り1ねって、4、8、占い1ねって言ったことから、4番は弾きます。そうなるはずっすよね。4、8弾くっていう思想になるはずっすよね。今日は2、9番面ですよ。でも、リマさんが言ったことおかしいんで、リマさんに入れます。9番のプレイヤーが発言します。
うーん、俺は陣外さんはどんどん私叩いてくださいって言って、8番さん普通に叩いてくれるから、8番がほぼほぼ狼だと思ってんだよね。うん、2の黒要素拾えねえんだよなぁ。うん。8で負けたら諦めっか。あ、でもまだ5にいるから2なはあんのかな。8釣る、俺殺される。でも3人残んのか。2番は釣れるのか、まだ。うん。これ8いきます。7、8ロールを3強なんじゃないかと思ってます。以上。え？最後の投票、結果は、勝って、出したいけど。いやぁ、ハラハラドキドキ。結局、2いけば狂人誰だったんだろうって。あ、これで OK。2、9狂人か。投票が終了しました。タルタルにやり合ってるだけ。されるプレイヤーは三強人でいいんだよね、これ。今終了。それとも三村？村人陣営の勝利です。8番強人か。2 0